ビルフレット・ボーマは、オランダ、北ブラバント州、ヘルモント出身の同国代表サッカー選手。ポジションは、左サイドバック及びセンターバック。初期北ブラバント州のヘルモントに生まれたボーマは、アマチュアの SV ルードウィーズ62でキャリアを始め、1994年に PSV アイントホーフェンの下部組織に入団した。 デモス監督のもとで1994年10月26日のビレム・ツーセンで初出場を飾ったが長期間にわたり出場機会が限られたものだったため1996年に同国2部の MVV マーストリヒトへと貸し出されると18試合7得点を記録し1997から98シーズンは一部の舞台で33試合6得点を記録 1998から99シーズンのホルトゥナ、ッタートへの期限付き遺跡で印象付けるのに成功し、PSV への復帰が決定した。PSV 復帰 PSV 復帰後は、当初、左サイドハーフでプレーをし、時には、ルートファン、ニステルロイアルノルト・ブルヒンクと共に前線を、形成。同1999から2000シーズン終了後に、 アーサー・ニューマンがグラスゴー・レンジャーズへ移籍してから左サイドバックにポジションを変更しデンマーク代表のヤンハインセとポジション争いを繰り広げるようになった2004から05シーズンにはフース・ヒディンク監督の下でプレーする中でセンターバックに変更しているアストンビラ2007年アストンビラでの試合前のボーマ移籍史上終了間近の2005年8月30日に 移籍金350万ユーロでアストンビラ FC と契約を締結。ビラパークでの1期目は怪我に悩まされたことでなかなか地位を確立することができずにいたがデビッド・オレアリー監督からマーティン・オニール監督に交代した2期目はハムストリングの負傷のため左サイドバックにガレス・バリーが起用されていたが負傷から回復後はバリーを控えに追いやり 公式戦28試合に出場と地位を確立。また、力強いタックルにより、サポーターから根強い人気を博した。出場76試合目となる2008年2月9日のニューカッスルユナイテッド FC 戦で48分に、初得点にして、同点弾を上げ、その後四下流のハットトリックにより4から1で勝利した。この二千七から零八シーズンに、某回リーグ戦で、 全38試合に起用され、替えのきかない存在となっていた。足の負傷 UEFA ユーロ二2008終了後に、クラブへ戻ってきたボーマは、オーデンセビーケートの UEFA インターとト,トカップ2八83回戦で、両試合に出場したが、ホームでの第二戦で、相手 FW、ベーエジビーファルに対しタックルをしようとした際に、スパイクが芝に捉らえられ、足首に重傷を負った。 怪我は、足首脱臼と判明し10月に復帰することが予想されたが、回復まで相当な時間がかかり、ボーマの復帰を待望するサポーターからちゃんとが歌われた。そのような状況下にもかかわらず、2008年9月9日に、契約を2年プラス3年目のオプション付きで延長した。2009年1月に、同じく長期離脱しているカリュと共に練習に、 復帰することが発表されると2月16日にリザーブで復帰する予定だったが違和感を感じたために急遽取りやめになった3月2日にチェルシー FC とのリザーブの試合で先発フル出場で復帰を果たしたが4月に足首の負傷を再発したことで手術を受けることになった9月16日最初の負傷を離脱から1年2ヶ月ぶりに フル練習に復帰することが発表されたが、負傷の心配はまだ終了していなかった。トップチームへの復帰を模索する中で11月に、つま先を負傷し、再離脱することが決定した。2010年1月29日に、最初の負傷離脱から1年半ぶりに、フル練習に復帰することが発表され、2月には、リザーブの試合で90分フル出場をするも、トップチームでの出番は、 訪れず、2009から10シーズン終了間際の5月6日に対談することが確認された。そして、ホームで行われたリーグ最終戦のブラックバーンド・オバーズ FC 戦でハーフタイム中に登場し、サポーターに感謝しながら別れの言葉を送った。PSV 復帰自身のキャリアを復活させるため、2010年6月26日に、 フレットルッテン監督率いるフルス PSV のトライアルに参加していることが確認され、移籍したカルロス・サルシドの代役として8月30日にクラブと2年契約を締結した。BBB フェンロー戦で復帰後初得点を挙げ、ライバルのフェーノウルト戦では66分まで出場し、歴史的対象に一役買った。アウェーの BBB 戦でも得点を挙げ、リーグ戦、 出場16試合で3得点と高い得点力を見せた。2011年3月24日に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のリール戦では試合終了残り5分からキャプテンマークを譲り受けた。2012年10月4日に UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の SSC ナポリ戦に出場したことで ハインツェとウィリー・ハンでケルク・ホーフを抜かし、PSV の欧州カップ戦最多出場記録を76に更新した。怪我に悩まされたアストンビラ時代と打って変わり、主力選手として貢献したのが認められ、5月24日に契約を1年延長された。しかし、2012から13シーズンはティモシー・デライクの控えに回った。 同シーズン終了後の2013年5月16日、新シーズンの指揮を取るフィリップ国有新監督から、構想外が言い渡され対談が決定した。ルイ・ファン・ハール監督の下、2000年9月2日に2002フィーファワールドカップ、ヨーロッパ予選のアイルランド戦で同僚のブルヒンクと、共に、オランダ代表初出場を飾った。ディック・アドフォカート監督の下で、 UEFA ユーロ2004の一員に選出され、センターバックとして4試合に出場した。その後は、負傷により遠ざかっていたが、2007年2月のロシアツアー、2007年6月のアジアツアー、UEFA ユーロ2008予選と定期的に起用されていき、UEFA ユーロ2008の一員に選出された。ユーロ2008では、フランス戦に78分から、 ルーマニア戦に90分フル出場で2試合に出場した。また UEFA ユーロ2012でも1位に選出された。オランダ代表では2得点を挙げており、2004年6月19日にユーロ2 0 0 4のチェコ戦と2004年10月10日に 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のマケドニア戦で記録した。ウィリフリット・ボーマ、インターナショナルをピーランせず、 ザルック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rsssf.com スラッシュミセレニアススラッシュ bouma-intl.htmlpsv 以下に選手との契約を延長、ビラランドダッチディフェンダーボーマーストンビラ4から一入荷する BBC スポーツ、ホラーインジュリー4ビラエスボーマボーマ エスデライトアストンベラリワード。ホラントディフェンダーウィルフリットボーマウィズニューコントラクト。アンクルインジュリーエンズボーマ。S. シーズンボーマリズームズ。トレーニングフォーヴィラアストンビラデルトウィルフリット。ボーマセットバックアストンビラブーステッドバイ。ウィルフリットボーマリターンボーマ。ショーンザエグジットドアバイビーラボーマ。サンクスアストンビラファンズフォーエモーショナルフェアウェル。アストンビラウィルフリットボーマオファード,ドライアルアット PSV。 ボーマシールズホームカミングツー PSV、レコードブレントボーマインキールザグブリント、EN ファンデカークホーフ、ルーティニーアボーマプラクト ER ノーグエーン、ジャーアンバストベ PSVPSV ニームとなり、製造エオフショイドバムアーバリンボーマ。ありがとうございます。